岡本まりです。今日は七重ママさんに来ていただきました。よろしくお願いします。七重からさん、七重です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれど、30歳主婦代表岡本まりと銀座のママ代表七重ママさんのカバンの中身をちょっとチェックして、どんな差があるのかっていうのを見ていな、いけたらいいなと思います。はい、まずこのカバンはどちらのですか？はい、これのエルメスのバーキンのちょっと今日クロコを使っております。エルメス買ったことがなくて、電車男の世界でしか知らなくて、あと引き出物でお皿とか、はい、分かんなくて、いくらぐらいするんですかエルメス？クロコ、私が買った頃は500万円台でしたけど、今はもっと上がってるんじゃないかなと思う。このクロコのプロセスだったかな、名前が結構値段上がってるかもしれません。ちなみに私のカバンいくらだと思いますか？はい、どこのカバンかな、でも可愛いですよね。通販で、グレールっていう通販で、1900円です。見えない1900円。ちょっとお腹見えますけど嬉しいです。でも可愛い、似合ってらっしゃって嬉しいです。なのでちょっとまず、もうビジュアルがちょっとまず違いが出てきたので、はい、ちょっと中身どんな違いがあるのか、いやちょっと見ていきたいと思います。はい、ポーチとかってありますか？はい、ポーチね、そんなに大したあれじゃないんですけど、私のエミリオンプッチが好きで、結構可愛いですよね。汚れないし結構便利なんで、プッチのポーチを、こっちもプッチ同じなんですけどね。ちなみに私はダイソーの100円のポーチです。見えないか。ちょっと今日重量を回しちゃったんですけど、スイカだ。そう、あ、これグレープ、レモンの100円の最新の。かわいいですね。ダイソー可愛いんですよ。かわいい。あ、今度ちょっと見に行ってみる。あ、本当ですか？あ、嬉しいです。かわいい。これメイクポーチですか？そうです。こっちがメイクポーチで、こっちがマスクとか、ちょっと水素マスクと水素のサプリメントが入ったりします。なるほど、他にどんなもの入っていますか？あとはそんなに大したの入ってないんですよね。私は、じゃあお財布も、財布ちょっと分けて買いまして、お財布ももちろん気になるんですけど、中身が気になって、現金いくら入ってますか？今日ね、現金使っちゃって全然入ってないんですけど。てかカードがすごい。見ていいですか？こっちでちょっとブラックをまとめて。すごい、ブラックってこんなまとめられるんですか？すごい。でも現金がちょっと少ない。なんか本当に全然今日現金がない。普段もうこのブラックのカード名本当に少ししかございませんでした。でも、私の現金は5,6,7,8,9,000円で、まあリアルですかね。十分でございます。すごい、初めてブラックのカード見た。お財布はどこのブランドですか？これもエルメスですね。エルメスやっぱエルメス、なんかお財布はエルメスが多いですね。ちなみにこれは地元の群馬県の高崎の駅ビルで3000円で買いました。でもすごい便利そう。あ、便利です。ちっちゃいので、カードも入るし、中身にはポイント、割引のポイントカードがいっぱい入ってます。出していきますかね、ここに。私はちょっとお茶と歯ブラシ、スマホを2台。プライベートと仕事用ですか？こっちをね、撮影用に使っていて。あ、なるほど。のプライベート用と、待ち受けがうちの猫じゃない。あの YouTube に上がってましたね。そあとはなんか私、おやつのタッパーを入れてます。かわいい。これ、デーツ、ドライフルーツのデーツを1日3食で食べるといいって聞いたので、ヴィーガンの方とかみんな結構、そうなんですか、ね、そう、でもなんか健康のためにデーツ、でももう今日は食べられちゃったんですけど、スケジュール帳ってありますか？スケジュール帳はね、スマホに入れてます。ちょっと私の方がある、アナログか。私ね、あとはまあ普通に名刺入れと、あと最近の私の美容サロンとかオンラインショップで売ってるのが、シュッとトナーを水をつけてからじゃないと、この電気針ブラシって、これ見ました。そう、一時売り切れで、すごいですよね。全然買えなかったじゃないですか。もうすぐ上がります。すごい、ちょっとやってみたい。あ、どうぞどうぞ。そう、水をたっぷりつけてから、これをこうね、オンにして、やっているのか。顔とか首とかやってください。すごい上がるんで、びっくりします、これ。濡れてるところにしてください。ほうほう。そう、濡れてないと、ピンってくる。
ビビるうちに上がるんですよ。気持ちいい。この硬さがちょうどいいですね。柔らかくて。そう。しかも楽ですね、うん、ずっとやっちゃいそう。すごい。たっぷり使ってください。ありがとうございます。うちの美容でも貸し出し機器もあって。新しくオープンしたサロンですよね。あ、そう。あの EC 買いました。あ、そうめっちゃ美味しかった。雪野菜。私手頃な価格のものあって。あ、そうなんです。結構なんかそれが嬉しかったです。うちの母が頑張って畑に出て、ぜひ見てみてください。軍手でも虫を潰して頑張ってます。じゃあ、あと充電器2個持ってます。あのすぐなくなっちゃうんで、子供とのプリクラ持って。おー、あ、かわいい。かわいいです。じゃあ持ってるんですけど、どっちにしてもあのマイボトル、汚い。なんかペットボトル触っちゃうかなって思ったけど、どっちにしても買っちゃった。あ、そのさっきのこの電気針ブラシのこの充電器とかですね。だからまだなんか今ここ動いてます。なんか通ってます。あの後からこっちと、あの軽さが全然、え、これすごいんですよ。これ大事です。大事ですね、うん、ここいいですね。これ私食べかけの水蒸気が入ってます。かわいい。これは何ですか？これあのやっぱりうちの美容であれしてるんですけど、なんかこうどっかご飯屋さん行った時とかこうピッて除菌できるんですよ。これでオゾンがこう出て、はい、ちょっと静電気みたいな香りするんですけど。本当だ。これ今替えのフィルター持ってて、これなんか30平米ぐらい除菌ができるんで、なんかすごいですね。ポンとこう置いといてお食事とか。すごい便利です。便利ですね。確かに似てる。あの私も指輪が入ってた。あ、すごい。指輪なんですか？それどこのですか？どこの？これでなんかあのパールのネックレスをつけるときにしようと思って。指輪がもう無造作にポンと。え、これいくらですか？それいくらだったかな？昔買ったからって忘れてしまったな。でもそんなには30万ぐらいかな。これ300円なんですけど、この指輪。え、これ300円なんです。3COINS。おお。指輪も売ってるんだ。指輪も売ってるんで300円です。お客さんとかでこうやってつけて、これいくらだと思いますかって言って、でもママがつければもっと高く見えるので、いや、そんなことない。遊びはいらないですよね。お客さんがつけて高く見えます。いやいや、すごい。重たいんですね。ちょっと、え、ここに置かせていただきます。こんな感じですかね。あ、でも女子力が高い。女子力高いですか、うん、どこが高い。あ、じゃあ褒めてください、これを。あのさっき の, あのおやつが、おやつっていうか、これですか、うん、ドライフルーツ的なやつが入ってる、ね、ドライフルーツ、デーツと、デーツ3粒と、あと、はい、そう決まってるんです、そう、レーズン大さじ1杯を入れて、貧血持ちなので入れてます。あと甘いもので食べたかった時、はい、ちゃんとお茶を作ってるとことか。お茶作ってます。そういうジョイも入ってるし、 はい、あとね、パステルカラー系っていうのがもう私の中で素晴らしく女子力が高い。あ、嬉しい、うん、かわいいなと。その充電池、あ、充電器も3COINS の1000円のやつでかわいいですよね。あ、そうなんだ、うん、それかわいいと思った。私はママのカバンを見て、うん、やっぱりちゃんと地に足ついて働いてる証が感じられて、いやすごい憧れです。という感じで、なんかまあ全然違う感じになります。これ触ってもいい？あ、そうで、これ3COINS って言ったことありますか？あ、3COINS 多分あると思うけど、3COINS って1000円で売ってるんです。 3COINS なんだけど1000円コーナーがある。1000円コーナーがあって、これいいですね。そうなんです、めっちゃいいです。これもポーチも100円なんです。こういうのになんかスマホ入れたり、ね、あ、それとか入れたりもいいかもしれない。かわいい。はい、で見てもらいます。プリクラが貼ってあるのを見たから、かわいい。はい、という感じでママと私のバッグの中身をこんな感じでやってみました、はい、全然違いますね、持っているものと。いえいえ、
いや楽しかったです。 ありがとうございます。人のカバンの中見るの楽しいですね、はい、楽しいね、はい、私もなんか何が出てくるんだろうってすごい楽しかったです。ぜひダイソーも行ってみてください。はい、ポーチかわいい買いに行ってみます。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。七井ママさんのチャンネルもぜひ見てください。銀座七井チャンネルです。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。本当に人気ないのでよろしくお願いします。